なんか鳴った。鳴ってるけど大丈夫。何何。皆様へ。今日から1ヶ月間結婚に向けての旅が始まります。恋人期間はいらなくてすぐに結婚したい。何回も恋に落ちれる人じゃないと嫌だ。経済力が大事。私ランボが好きなんだ。結婚したい男性は中身重視したい。ルールだって。旅の期限が決められています。男性がいついなくなるかわからない。さっきで終わりってこと？さっきで終わり。あの乾杯で終わり。こういう感じなんだ。プロポーズできるのは女性だけです。プロポーズは本当はされたかったです。恋愛のスタートを私はサボってきたなんて難しい。あのダメだった時を想像しちゃうのが一番怖いなって。だから相手へのアピールもそうだし、自分のアピールも早くしとかないと。むずっ。この旅は結婚を考えなきゃいけないから。真剣に好きだし、真剣に向き合いたい。お風呂入りたいな。どうですか？私は私のことだけ見てくれる人が好きなの。そうじゃないから悩んだ。もうめんどくさい。もうこういう話し合いがめんどくさいの。なんかそんな簡単になんかそういう感じになっちゃう人なのかなとか。行かへん。それやったら行く必要がないの。悔しくてこれが最後なのは嫌だ。明日で言い合わないんだなって。この度プロポーズに一匹も。